8月28日、森川葵29とストーンズ、森本慎太郎27の熱愛が報じられた。ストーンズといえば7月、ジェシー28が綾瀬はるか39との交際が報じられたばかりだった。20年1月に CD デビューしたストーンズ。今年はデビュー5年目、結成からは10年目という節目の年だ。 節目の年を盛り上げようという意識がメンバーも強く、2月から開催されたコンサートツアーは、過去一の完成度とファンからも好評。メンバーでアイデアを出し合い、映像を駆使した演出や豪華なセットを考案したとのことでした。前でテレビ局関係者。周年イヤーにファンの気持ちも高まっていた矢先の熱愛発覚は波紋を広げている。 ジェシーさんとアヤセさんの結婚を前提とした真剣な交際に多くのファンがショックを受ける中、週刊文春によると森本さんと森川さんはタイ旅行を楽しんでいたといいます。またラジオ番組では、森川さんの名前は出さずに体名物の三輪自動車、トゥクトゥクと連呼する場面もありました。アイドルも恋愛は自由ですが、自分たちの思いを踏みにじられた、 と感じているファンも少なくありませんスポーツ指揮者。実はストーンズは、昨年の旧ジャニーズ事務所制加害問題を受けてある危機に瀕していた。仕事への影響を懸念し、二宮和也さん、41、や岡田純一さん、43、が対処しましたが、ストーンズの一部メンバーも対処を考えていたといいます。芸能関係者。松村北斗、29、 が朝ドラ、カムカムエブリバディ、21年後期、でヒロインの相手役を講演するなど、メンバーの個人活動はすでに充実していた。メンバー間でも意見が割れ、毎日のように話し合いをしていたそう。性加害問題で今後が不透明だっただけに、グループ解散という選択肢も上がっていたと聞いています。前で、芸能関係者。 結局はスタートエンターテイメントに残留。グループは存続となった。ストーンズのレギュラー番組、バリューの真実、NHKE テレ、が今春、性加害問題の影響を受けて放送終了しました。それでも度重なる相談の末、グループ一丸となり頑張ろうということで合致したそうです。前で芸能関係者。前出のテレビ局関係者は言う。 ストーンズはメンバー仲は悪くはありませんが、私生活は個人を尊重する風潮も、ジェシーさんや森本さんの交際も、他のメンバーは知らなかったそうです。それだけに一部のメンバーは、対象を思いとどまったのに熱愛報道でファンが離れていくなんて、と忸怩たる思いでしょう。